MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。めっちゃ暑いですけれども TM サーキット和歌山さんにやってきておりまして、いよいよシェイクダウン編撮っていきたいと思います。もうドキドキの瞬間です。ただね、もう今ね、時刻がもう10時半を回ってるんです。で、ここ着いたの8時頃だったんですけども、じゃあ2時間半も何しとったんやっていう話なんですよね。あの店長一茂さんチェックが入ったわけなんですけれども、いろんなことが変わりました。あの、まあ、前回ご覧いただいたシャーシの状態からですね、ちょっと暗いかも分かりませんけども、ガラッと変わってるんですよ実は。まずね、まずあの小さいやらかしから言いますと、このカーボンプレートでのこの押さえ、バンパーのね、これをつけてなかったんですね。ノーマルっていうのかな、これ樹脂タイプのものつけてて、一茂さんチェックで大勢、あれこれつけてへんの初めて見た言われまして、はい、すいません、分かってませんでした。これを慌てて付け替え、これで形としてはバッチリです。で、あと配線がやっぱりねダメだったんです。前のあのミッド仕様の420を使ってた時のケーブルの取り回しがちょっと合ってなくて、で今回全く皿のケーブルに全部変えてくれはりました。あの一茂さんやっぱりあのハンダ付けも達人なので、もうバッチリやっていただきましたので、これで文句なしです。はい、まあ、そういうこともあっていろいろ取り回し変わったりしたんですけれども、まあ、それ以外は、まあ、せっかくやから組んできた状態でまずは走ってみると、でそこで、状態を見てからですね、セッティングの方もいろいろ触っていこうということですので、はい、前段階としてはその辺のチェックが入りましたけれども、一応組むのは組めてるみたいですので、はい、コースにしてみたいと思います。さあ、それでは運命の瞬間がやってまいりました。 TRF420X シェイクダウンいきたいと思います。動いた。タイヤは3人をつけております。まあ、あの超フルですけどもね。で、クリーナーで拭いた後、ゆるギクス、グリップ剤塗ってあります。これあのトリム調整も含めてそういややってなかったな大丈夫かな。一応まっすぐは行ってるっぽいな。まずは軽く流していきましょうね。シェイクダウンですから、いきなりガシャンとかグチャとかいうのはやめたいところですね。みんな行ってください行ってもらってます。あのメカ類は使い回してるものなんで、特にあの変わってはいないんですけどね。そんな怖いですから、フルスロットルとかとてもやないけど、まだ行けませんが、よいしょ。おちょっとずつ握るようにしていきましょうか。ちょっとグリップが薄く感じられるのはまだタイヤがね。おお、ぶらぶらいきなりやかつ、ちょっと危ない。よし、流しながらもちょっとずつペース上げてますよ。まあ、あの正直まだ違いがどうのとかそういう段階ではございませんがまだあのドキドキしてるだけですけれどもね、壊さないように1パック目は終わらせたいところですね、せめてね。ただあの、サーボの、ね、モードがウルトラハイスピードでしたっけ、なんか一番あの速いやつに変えましたんで、今までやってなかったという、それも問題なんですけどね、何しとってんっていう話なんですけども、
ということで1パック目終了となりました。まとりあえず無事完走ということでよしとしましょう。いやーそんなこともあるんですね。店長和重さんをはじめですね、こちらの常連の竹林さん、の協力を得まして、なんとかモーターをですね、復旧させることができました。助かりました。で、今とりあえず試運転という状態でまた動き出したんですけど、さっきね軽く動かしたらめちゃめちゃ軽く動くようになったんですよ。やっぱモーター死にかけてたのを無理やり回してたからかわかんないですけど、今日ねちょっと動きが重たかったんですよね。そこからするとだいぶ軽やかに走るようになりまして、はい、明日に向けて期待できるかななんて勝手に思ったりしてるんですけども、やっぱ一茂さんからも言われたんですけど、モーターメンテが大事だよと、見た途端に真っ黒やと言われまして、いかに普段そのメンテナンスをサボってるからという、まあそれが原因で壊れたかどうかとはっきりね、因果関係はわからないにしても、まあやっぱり長持ちさせるためには日々の掃除大事だよというので、大事なものは大切に使いましょうということですね。はい。ということで、今ね、こうスムーズに走ってくれてます。で、まあ今日はシェイクダウンということで、このシャーシを420X、走らせておりまして、もう明日いきなりここの月齢レースにエントリーしてますので、まあ周りも 420X だらけなんで何のアドバンテージももちろんないんというか、そんなレベルの話じゃなくて、やっぱり相変わらず、トップクラスからはラップ1秒遅いという、もうまあそんなもんすよね。もうやっぱりでもレースは楽しくやりたいと思いますので、まあどこまで食らいつけるか。やっぱりね動きがすごく軽いですよ今、だいたい自分が思ってるように車が動くようになったので、さっきまでと全然違います。もうこれは嬉しい
誤算じゃないですけど、まあ、やっぱりメンテナンスが大事というところに落ち着きますけどね、まあ、そういうことで、はい、もうちょっと気分よく走ってから今日はお開きにして明日に備えたいと思います。もう壊さんようにしとかんとね、それでまたチャーシュー壊したりとかになったらえらいことなんでね、この辺でやめておきましょう。さあ、ちょっとおまけ動画的にはなるんですけれども、一茂店長がこれ使ってみっていうことで持ってきてくれたタイヤが、これ今履いてる分なんですけども、さあ今日は手持ちのねオフル32を使ってたんですけども、レースは28が指定となってます。で、3泊ほど使っただけの、まあ、だからレースでちょっと使っただけという、28のオフルタイヤがあったので使ってみようということで、授けてくれましたので、明日のレースを想定してということになります。3周続けて5秒台が出ましたね、789。これアベレージ3周ラップで言うと5秒8ということになるんですね、うん、まあ、これはしゃがないとして、ここからオッケー、最後に5秒8が出たんでここでやめときましょう。あー、だいぶ走るようになりましたね。やっぱちゃんとしたタイヤを履くと全然違うということが分かりました。はい、まあ、なんとか、まあ、まあトップクラスは全然まだタイム差ありますけど、はい、明日が楽しみになってきました。お疲れさん。はい、シェイクダウン編ということになりました。今日は1日も一茂店長べったりついてくれはりまして、いろんなことを教えてくれはりました。さすがにもうこの車のこと一番よく分かってる人ですからね。もうまだ今日は始めたばっかりやから、これからが楽しみやなということで、話はまとめてくれはりまして、やっぱりねこうシャーシ見てもいろんなところにまだ触れるところがあるんですよね。説明書を見ててもあれこれってどうすんねやろう、ここ何もつけてへんけど穴だけあるよなとかいっぱいあるじゃないですか、うん、だからそういうところが何かを加工するわけじゃなくって、まあ、ビス止めしたり視線買ったり長くしたり短くしたりとか、そういう調整をすることによって車の動き方がいろいろ変わるということで、1台の車が本当いろんなタイプに変形するかのようにこれが楽しめるということなんですね。で最後、まあ、このニッパチの、ね、タイヤをつけて走りましたけど、タイヤでやっぱりぐるっと変わるっていう
最後めっちゃ気持ちよく走った。あっという間にというかね、それまで頑張って頑張って、16秒切れなかったのがいきなり15秒台が出て7、8、9連発みたいな感じになりましたね。それでもまだまあオフルタイヤなので、新品タイヤを投入すればまだタイム上がるということで、ただレースとなるとみんなニュータイヤになるので周りも一気に速くなっていくということですから、やっぱりタイム差はタイム差で大きいままなんですけれども、まずやっぱり自分が気持ちよく走られるっていう、走らすことができるっていうのは楽しいですもんね。もうそれが一番。今日昼間結構つらかった結構しんどかったんですよ。いや、せっかくのシェイクダウンやのに思うように走らへんで悔しいなばっかりだったんですけど、まあ、それ見かねて多分一茂さんこれ出してきてくれはったんちゃうかなと、企業帰ってもらおうみたいなね、そんな感じだったかもしれません。本当ね、もう全てのお客さんこう見てもうパッとアドバイスしてくれはるんですけど、すごいですよということで、もう今日はもう夜になりますので、この辺りで引き上げて、明日も朝早くからということになりますので、月齢レースに挑戦したいと思います。どうなるでしょう。